皆さんこんにちは、リコです。配信されたニュースで気になる記事をピックアップしました。政府が来月2日に閣議決定する新たな経済対策の全容が27日判明しました。日本経済の現状は30年ぶりの高水準の賃上げなどを踏まえ、経済の先行きに前向きな動きがあるとする一方、足元の物価高が国民生活を圧迫し、回復に伴う生活実感の改善を妨げていると指摘。今回の対策は物価高を乗り越え、経済を消費と投資の力強い循環につなげていくため、スタートダッシュを図るものとしなければならないと強調しました。今回の経済対策は1つ目、足元の物価高から国民生活を守る。2つ目、地方・中堅企業の持続的な賃上げと所得向上を実現。3つ目、成長力の強化。4つ目、人口減少を乗り越え、変化を力にする社会変革。5つ目、国土強靭化と国民の安全・安心の確保。この5つの柱から成り立っています。この5つの中でも多くの方が注目して国民に直接関わってくる部分としては1つ目の物価高対策と言えます。物価高対策では近年の税収増を全世代の国民の努力によってもたらされた成長による効果だとした上で、今こそ成長の成果を国民に適切に還元すべき時だと強調しました。その注目されている還元策についてまとめてみると、まずは所得税減税、一人当たり合計4万円の定額減税で扶養家族も対象になる見込みです。そして非課税世帯への給付金、こちらは1世帯7万円と言われています。そして低所得の課税世帯には世帯当たり10万円給付と言われています。この春に非課税世帯は3万円をすでに受給しているので、今回もらえる給付金と合計すると10万円なので、水準はそこまで変わらないのに、いつも対象外であった低所得の課税世帯にも今回は支援が行き渡る形となりそうです。そして児童手当拡充時期についても、首相は2025年2月から24年12月に前倒しすると表明し、経済対策に盛り込む方針です。またその他の物価高対策として、ガソリン価格緩和措置については令和6年4月末まで延長、電気・ガス料金抑制の措置については令和6年春まで延長する見通しです。その他盛り込まれる主な内容としてはこちら、年収の壁やライドシェアなど様々な内容を盛り込んでいます。また首相は27日の衆院予算委員会で、防衛力強化の財源確保策として所得税などを増税する政府方針について、来年度の増税を見送ると表明しました。税収増に伴う還元策をめぐり、来年6月に所得税などの定額減税を行う方針を示しており、整合性を図る狙いがあるということです。首相は2024年度から実施する環境にはない、定額減税と同時に実施することにはならないと述べ、増税の実施時期については景気や賃上げの動向などを踏まえて判断すると言及しませんでした。政府は22年末に閣議決定した内容では、23年から27年度の5年間の43兆円ほどと定めました。首相が主導して年1兆円の防衛増税を決めたものの、23年は法整備を見送りますが、いずれは法人、所得、タバコ価格税の増税を想定しています。今は物価高対策で給付金や減税が注目されていますが、首相は22年度末に増税を閣議決定しており、実施としては27年度に向けて複数年かけて段階的に実施するという枠組みということなんですが、現在注目されている所得税減税もまた27年度に向けて段階的に増税が実施されるということなんですね。減税されることはとてもありがたいですが、再び増税ともなると果たして効果はあるのかと疑問に思いますよね。より良い方向に向かうよう願い、最新情報が分かり次第お伝えいたします。こちらのチャンネルでは日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく、聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。その他、お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
では皆さんいつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。